おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは黄緑ラッキーナンバー3です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。ペンタクルの4の正位置が出ました。手堅い利益を優先する。失敗をしないように、慎重に行動を起こしている状態です。堅実ではありますが、物事に執着しているとも言えるでしょう。気づいてきたものを守りたい、愛する人と穏やかな暮らしをしたい、という願いが強くなっているようです。自分の力を信じて取り組んできたことが花開き、社会的な基盤を築くことに成功したのでしょう。安心できるポジションや暮らしを得るために、相当の努力をしてきたことを物語っています。十分な蓄えや、申し分のない経済力を示唆していることもあります。あなた様の願いはことごとく叶ってきているか、物事が順調に進行していることは問題ないでしょう。ペンタクルの4の正位置の意味は安全や安定を求める、自分の考えに固執する、すべての努力が実を結ぶ、所有欲、物心両面で満たされたいと望む。2枚目めくっていきます。ソードの騎士の正位置が出ました。理路整然と決断して進む。無駄を省き、最短ルートで目標に突き進もうとしています。合理的な判断を下ろすため、情に流されることはありません。気力体力集中力が溢れている時です。やるべきことや目標に向かって、邁進しているかもしれません。志高く、難関を突破しようとしている最中かもしれません。心に迷いはなく、結果を出すために全力投球していることでしょう。度重なる試練に立ち向かってきたあなた様にとって、前進することは楽しみに満ちた冒険です。行く手を阻むものが何であれ、屈しないだけの強い精神力と勇気があれば、不可能なことはないのでしょう。今は後ろを振り返っている時期ではありません。騒動の騎士の正位置の意味は正義感、英雄的行為、勇敢、創造的活動、先駆的なアイデア、有望な人物、事業展開、リスクを負っても前進する気概、投資、投機。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。